プジェウエ・コルドン・カウジェ火山群は、プジェウエとコルドン・カウジェからなるチリの南部にある悲山群である。標高は2236メートル。チリの南部にある悲山群で、最近の顕著な活動は2011年から2012年まで続いた噴火である。その前の噴火は51年前の1960年5月24日に起きていて、世界最大のモーメントマグニチュード9.5を 観測した地震、地理地震のわずか38時間後である。この時の火山爆発指数は3だった。噴火前、プジウェ山の地下のマグマの上昇が観測された土地理の地質調査所が発表。政府は近隣住民約3000人に避難勧告を出した。避難の際には軍が派遣された。地質調査所の発表から約1ヶ月後の6月4日、プジウェ山は 約半世紀の眠りから目覚め噴火、火山灰を上空1万メートルまで大量に吹き上げた。火山雷も観測し、翌5日には火山灰が隣国であるアルゼンチンの首都、ブエノスアイレスで観測された。この噴火により、アルゼンチン南部にある複数の空港が閉鎖となり、オーストラリアではアルゼンチンへ向かう便が欠航になるなどの影響が出た。6月16日には、 火山灰が地球一周したと発表。火山灰は地理本土から西に 3500km 離れたイースター島のラパヌイで観測された。最終的には4270人が避難して2週間にわたる避難生活を強いられた。ありがとうございます。